はい、こんばんは。いらっしゃい。楽しんでってください。はい、ワードツー、いらっしゃい。お、クロックさん、いらっしゃい。楽しんでって。まあ今回のテーマは個人ビジネスについてみんなで語ろう。負けた？どうした？何が負けたの？なんで泣いてんの？何があった？聞くよ、話。もし俺でよかったら相談受け付けますよ。どうした？入力ミスさえしなければ。ああ、株かな？ひろみさん、いらっしゃい。お疲れ様。1回目バトル、何の話してんの？何の話？日本語がよくわかんねえわ。1個目、あ、そういうことか。1個目ゲットしたかったんだ。はい、たくみさん、いらっしゃい。楽しんでってください。まあ次ね、次頑張ろう。次、ウェブマネーやアマゾンポイントはそれを使った時点で現金相当として課税される。確かそうだよね。なんか法律変わったって話だよね。使った時点で現金相当として課税されるんだ。なんかね、そう、ウェブマネーとかの仕組みが、法律が変わったっていう話は聞いてたんだよ。使わなければ、それ使わないの意味ないかんな。稼いだ意味ないかんね。いや、前もって電話なんかしないですよ。よくね、リスナーさんからね、今日配信しないのとか、なんか配信してよっていう問い合わせは全部僕無視してるんですよ。ね、なんでかっていうと、そういう問い合わせめちゃめちゃ多いんだけど、あの枠って考えてやってるんだ。枠開く時も喋る時も、だから自分のコンディションとかとかなり向き合ってるから、あの今日配信するかしないかっていう問い合わせとか全部やってない。あとロハコさんにも枠開く時電話くれって言われてんだけど、それは通知登録してってお願いしてるね。そうするとなんかリスナーさんの暇な時にさ、そうやらないといけないわけじゃん。俺は自由になるために配信業っていうのを選んだわけだから、自分の枠開きたい時に開きたいんだよね。あ、来るよ。今日枠開いてくださいとか、全然。結構来るよ。だからそれは全部仕方してる。件数が多すぎるから。開く時には開くし、開かない時は開かない。それが俺のスタイルだから。ネタで言ったつもりだったのに、まさかガチの人いるとは。想定の斜め。あ、全然いる、全然いる。枠開いた時電話くれとかもあるぐらいだから。そんなね、100人200人だって抱えてる人数がさ、1000人単位なわけだから、システムがあるからそれを使ってもらわないと。通知設定ってそういう使い方だからね。電話くれはロハコさんに言われたね。ロハコさん、あんた生主でしょっつって、電話はできないよっつって。タツヤ、いらっしゃい。あ、タツヤ、こんばんは。まあ、いろんな人がいるからね、ネットには。10時間パソコン触ってんだ。ドハマりですね。大贅沢ビートいらっしゃい。あたつ、まあ愛されてるよね。枠やってよって。書
イロプレゼントありがとう。そう、基本的にね、要件が明確なメールとかしか出ないようにしてるね。やっぱり配信者だとリスナーさんの数が多いから、いろんな何してんのとかいっぱい来るんだけど、いや何してんのじゃねえよっていう友達かっていう。いや友達の人もいるから、リスナーさんの中で匠さんとかさ、そういう人は返すけど、暇とか言われたら返すけど、コテハンもわかんないさ、 LINE の人からさ、本当にコテハンわかんない人から何してんの今とか言われるのはもう基本仕方だよ。なんでお前に俺が何してるか言わないといけないんだっていう、お前誰だって話だからね、そうそう友達感覚なんだよね。そういうのはフル仕方ですね、僕は。正直大体キッズに多いよね、そういうのは。ワードと LINE なんて恐れ多くてできない。いや、あのね、そういうね、慣れ慣れしいやつにたまに電話してた頃があんの。2年ぐらい前に。それ電話すると大体中学生ぐらいの男の子で、大体声震わせるんだよね。あ、ワードさんですか、あ、緊張するなとか言って、じゃあなんでお前メールしたんだよみたいな。可愛いやつだよね。あ、まさか電話出てもらえると思わなかったんで、とか言って。たまに冷やかすんだよ。はい、ドラゴンさんいらっしゃい。LINE にも和道リスナー来るん？だと俺 LINE 公開してるからね。全然来るよ。LINE。まあ、ほぼ死活が多いけど。死活することが結構多いかな。あ、心臓痛えな。めっちゃ可愛いじゃないですか。可愛いよね。マーカープレゼントありがとう。千星さんいらっしゃい。うん、カエルさんはこっち。まあ彼らの中では俺は大手らしいよ。自分で大手だと思ってないけど、俺は全然憧れの対象らしいよ。有名配信者は。時代も変わったよな。配信者なんか絶対なるなっていう時代だったんですよ。僕の中でも大手はね、アクティブ42でとどまらないですね。全然大手じゃないですね。土日はほんと人来ねえよな。ニコ生の公式雑談に和道が出てること、あ、多分ね、それはないですね。っていうのも、やっぱり暗黒派閥しか出れないんですよ。運営との窓口になってんのがほぼ緑さんの取り巻きなんですね。だから暗黒と仲良くできない人は無理だと思った方がいい。で、俺みどりさんに嫌われてるから、多分ねないですよ。僕が公式に出ることは別ルートを考えるしかないけど、別ルートで力持ってる人がいないんですよ今。だからよっぽど有名になるか、よっぽど力持たないと多分そういうのはないんじゃないかな。ただふわっちが公式放送とかを始めたりとか、ニコ生カフェみたいにでかくなったらあり得ると思ってるから、俺はそっちの方頑張ってるかな。そうそう、リナリナ経由だから、リナリナが俺のこと嫌いだから、それはないですね。分子少ないんだよ。うん、そう、平日の方が、僕は平日だとね100、200は普通にアクティブであるから、僕は平日なんですね。土日はあんまり向いてない。よっさん経由もあり得るだろうけど、よっさんは俺のこと敬遠してるから、だからまあよっさん経由の筋もないだろうね。
ウォッチはでかくなるでしょう。十分でかくなってきてるからね。配信サイト1年目でこの伸び方はやばいと思ってるよ、うん、すごいよ。このサイトは多分キャス超えるだろうね。俺はそう思ってるね。ウォッチ大きくなって公式で何かやってくれると、そうだね、まあやるだろうね多分。でかくなってきたら、まだその段階じゃないから、あと2年ぐらいかかると俺は踏んでるけど、まあ、でかくなってきたら動き出すよそういうのは。配信会にも横のつながり、ああ全然もう横のつながりどころじゃないですよ。配信会って思いっきり縦社会ですからね。っていうのも配信者になる人って意外とヤンキー気質の人が多いんですよ。だから先輩後輩おもんじるみたいな、なんかラッパーとかそういう世界にすごく似てると思うよ。めちゃめちゃ縦社会ですね。要はもう大手に可愛がられてなんぼみたいな、しがらみだらけですよ。うん、横のつながり縦のつながりめちゃめちゃ厳格。たまこさんはどつ、そういう世界ですね。意外でしょ、しがらみだらけだよ。うん、付き合い悪いから俺は大手になれないんだよ。俺多分ニコ放送界隈でかなり付き合い悪い方だと思うよ。配信はやっぱり人数で比較されますよね。そうだね、やっぱりその最近はそれほどじゃなくなってきたけど、昔はもう本当に数字持ってたら全てが許されるっていう世界。最近稼ぎに変わってきたね。いくら稼いでんのがトレンドになってきたけど、アウトローに近いほど縦社会なのは不思議な感じしますね。何なんだろうね。やっぱりほら体育会系の人じゃん、縦社会好きなのって。俺体育会系なの苦手だからさ、文化系だから好きなことやってたいっていうタイプだから、まあだから数字をねがっつり取るタイプじゃないと思ってるね自分では。コアなファンがずっと居つくタイプだと思ってるから息は長いと思うよ。なんかあんまりその人数が多い、なんか有名になるっていうことはバカに発見されるっていうことだって有吉は言ってるんだけど、メジャーになるってやっぱバカに見つけられることだから。だからその深夜番組で好きだった番組とかいっぱいあるんだけど、ゴールデン進出した瞬間やっぱ面白くなくなるもんね。あの例えばあのロンドンブーツとかは完全に深夜番組の頃めちゃめちゃ面白かったもんね。ガサ入れとか関係ないのに年齢が上なだけで偉そうにするやつは大っ嫌い。ああまあそういうのは評価されないでしょ。うん、俺も嫌いですねそういうのは。新しいフォロワーさん紹介します。 04U29 さんフォローありがとう。営業の数字に似てる。あそう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 、そういう感覚だと思うよ。まあ数字取ってればできるやつみたいな、で数字取ってないやつはダメなやつみたいな。中身であんま評価されないよねこの世界っていうのは。配信内容とか中身じゃなくて数字が全てっていう、そういう世界ですよこの世界は。あんまりそこには振り回されないようにしてるかな。うん、仮想生主でも全然絡むし、面白いやつだったら。逆に大手でもつまんなかったらあんま絡まないようにしてるな、興味湧かなかったら。バーガープレゼントありがとう。だからまあ俺のさ配信なんてさ30代以上のさコアなファンがついてるわけだから、
そう、キッズに向けて作ってないじゃん、番組自体を。キッズ受けするっていうことは分かりやすさであったりとか、リアクション芸とか、そういうことでしょ。なんか考える放送の方が好きだよね、俺は。喋りを聞いてくれる人じゃないと多分俺の放送は楽しめないと思う。喋りが面白いっていうか。花火買ってきたで。あららさんいらっしゃい。楽しんでってください。花火は全然あれだよ、俺の放送別に面白いなと思って、まあ応援しようかなっていう時でいいよ。別にそんなみんなに花火強要してないから俺は。うん、ワド頑張れよっていう時だけでいい。顧客満足、顧客満足っていうか、ほら配信とか全部の世界そうだと思うけど、やっぱ似た人が集まった方が面白いから、考え方一緒とかさ。だからまあその大衆受けするようなタイプじゃないよね俺は。話題がさ、仏教とかでさ、中高生が仏教なんか興味あるわけないじゃん。なんだそれって話だ。うん、まあいいんですよそれで。俺はなんかこうよく言うんだけど、昔で言うところの布団の中にかぶってイヤホンつけて聞くようなラジオ放送がやりたいって言ってて、親に絶対バレたくないっていう。だけどそれを聞いてるやつらは大物になるっていうのあるじゃん、影響を、すごい多大な影響を与える放送ってあるじゃん。いやこの人の考え方好きだわとか、もう思想の域まで行くような、もう深夜番組こそこそ一人で聞いててめっちゃ面白いわーっていう。で、後にそいつらがクリエイターになって、なんか、そういうのが好きですね、僕は。いや、あの時、和道の放送ずっと聞いてましたよ、みたいな。信者を作りたいよね、若い子の、キッズの中で。和道信者を。和道の放送は深夜番組の方向だと思う。そうだね、俺がまあそういうの好きだからな。うん、昼間に聞く放送じゃないよな。和道は配信もやけど、何でも言っていいんかいとかに出れる才能はあると思う。あ、コメンテーターは本当やりたいと思ってて、俺はね、何でも言っていいんかいとかじゃなくて、あれはコメンテーターだから、俺は一番出たいのは朝まで生テレビ系が出たいね。討論系が好きだから。タカジンのそこまで言っていいんかいって討論番組じゃないんだよ、あれ。討論番組を、のようで。コメンテーター、優秀なコメンテーターとか、ちょっと尖ってるコメンテーターを並べて意見言わせるっていう。で、そのうち勝手に討論になるだろうっていうところがタカジンのうまいところなんだよ。だから席を向かい合わせてないっていうのが面白い。あれはうまい仕組みですね。うん、コメンテーターはすごいやってみたい職業っていうか、一回やってみたいかな。呼ばれたらすごい嬉しい。夢が叶ったと。あ、サイトの名前考えたんだよ。起業するって言ったんだけど、サイトの名前さ、生主図鑑とかどうかなとか思ったんだよね。生主図鑑。どう思う？なんか、いろいろ考えてて、まだこれかな、なんか、図鑑っていいなと思ってて。生主図鑑ってどう？なんか、ニコニコ大百科と何が違うんだって感じがするけど。なんかキャッチーじゃない？覚えやすくない？生主図鑑。前話してたやつ。あ、生主の評価サイトっていうの、プロフィールサイトみたいな。寒いな今日。
なんか起業しようと思ってて、そうそう、生主のプロフィールサイトを作ろうっていう。ああ音聞こえるかな、これで。ね、朝まで生配信とか企画絶対ありなんだけどね。誰もやらないよね。そういうの出たいけどな。ねえ、ありだよね。ありだよね。でかいか。野田なんかやってたっけ？いや、野田がなんかやってるっていう記憶はないけど、なんかやってんの？野田って。わかんねえな。ポヨタもいらっしゃい。まで沼テレビやりたいんだけど、それ呼んでもらえないかな。出たいね、それ面白いじゃん。出たいんだけど、アルペジオってなんだ。いや、アルペジオできないんだけど、アオさんでしたら面白かったろう。ちょっと誰か野田にコンタクト取ってつなげてよ。ワドを呼べって。ワドを呼べってやってよ。練習しないとね。結構綺麗な音出るよね。
6000にしては結構綺麗な音出ない。結構納得してるんだけど。6000にしてはいい買い物だな。なかなかありだったよね。ハムバッキングが、まずハムバッキングが何なのか僕には分かんないですね。分かんない。レスポール、エピフォンのレスポールのミニギターっていうのかな。すごい小さいネックで、ボディも小さいんですよ。ハムバッキングが何なのか分かんないです、僕は。もう専門用語が何だか分かんない。マイクはハム、この2つコイルが、シングルコイルが2つついてるのハムバッカーって言うんだっけ。これハムで合ってる。シングルコイルが2つついてるんだけど、これがマイクだよね。それはハムっていうのかな。これをハムバッカーっていうんだ。また賢くなったな。ハムって言うんだ。じゃああれか、あのテレキャスとかそっち系がハムじゃないやつか。シングルコイルか。ストラタなんだ。いや、ギター買ったばっかりで俺素人だから何も弾けねえんだって。何も弾けねえんだよ。何を練習したらいいのかも分かんなくて。世紀末。歪み入れてみようか。歪み入れるわ。ちょっと待って、アンプオンするから。期末とか好きなんだ。あれ、こうか。使いづれえな。
オーバードライブとかねえのかな。これ音変わってるか。あれだもん、パソコンの中で出してるだけだもん。マスターアウトプットこっちか。歪んできた、歪みが出てきた。これ6000円ぐらいかな。これで6000円ぐらいだった。中古だよこれ。中古にしてはいい買い物したかなと思ってるから、まあ大満足だけど。あれ、ただね、つまみがね使いづらいんだよね。まだそのパソコンで音を作るっていうのに慣れてない。これはね、なんかネットで一番安いギターを探したら6000円で売ってて、で買おうかなと思ったら、なんかあの新宿店って書いてあって、仕事の帰りに買ってきた。なんだっけ、ミュージックステーションだっけ。これビーズの松本の曲だよねこれ確か。
もう遊べればいいから。まゆちゃんいらっしゃい。あ、乾いた音でこれかっこいいね。この音好きだわ。買ったばっかり。全然弾けない。俺もともとドラム。この音いいね。この乾いたギターいいね。うん、もっと気に入ったわ。ディスマン久しぶり。6000円でもなるもんだな、ちゃんとね。まあ歪ませるってそういうことだからね。かっこいい音が出るかどうかだよ、やっぱり。うまいとかスイープとかさ、ピッキングハーモニクスとか駆使していくけど、わかんないじゃん、普通の子は。音がかっこいいかどうかだ。グランジ？音作るために一人雇ってるミュージシャン。まあ音作りは全然重要っすよね。若手のバンドとかだとローディーとかがね、先輩の音真似てセッティングするところから覚えるわけだから。この音でもこのギターにしては乾いててすごい好きな音だな。ちょっとグランジっぽい。この乾いた音好きですよ。
なんか曲作りたいね。まあいい買い物ですよ、これは。いいおもちゃを手に入れたよね。いい買い物です。曲作ってね、歌ったらかっこいいかもしれないね。何のノイズだこれ、何のノイズだ。ギター切ってるよな。あなんかノイズが鳴り続けてるよね。サブポップからデビューするしかない。何サブポップって、それを知らないんだけど。なんかノイズ走ってない？何のノイズだこれ。これだな。ギター切るのどうやってやるんだろう。ギターを切りたいな。多分ギターからノイズ出てんな。どうやってやるんだろう。ギターのノイズ。これマイクのノイズか？違うな。ギターのノイズが切れないな。どっから出てんだろう。設定バグってんな。ボブサップみたいな。さーってノイズ走ってる。あ、切れた切れた。I'm so happy cause you're dead and I'm down. Yeah, yeah. メロコア焼きたい。メロコア。もう下手でいいんだよ。なんか音楽って下手でいいじゃん。全然。みんな YouTube チャンネル登録してくれた？ YouTube がさ、復活しちゃうんで、よろしくお願いします。思わぬ副産物ですよ、僕からしたら。え？って。バンじゃなかったの？って。間違いでしたって運営から来たから。はい、若津、世界中ポエムさんいらっしゃい。そうですね、配信のプロですね。はい、プロですね。和道です。何か何かプロですけど、何かプロ名乗り始めたからもう4ヶ月経つか。まだ新参のプロだけど。花火で生活してるわけですか？そうっすね。花火と、あと YouTube と、あとグッズ販売でやってます。はい。まあ、花火がメインで一番稼げるけど。うん。3年もしたら、いや、アマチュア時代でしょ。3年間は。3年間はアマチュア時代ですよ。うん、プロ名乗り始めたのはここ最近だよ。あとまあ今バイトもやってるから、うん、あれだけど、まあ別に配信だけで食ってけって言われたら今は食ってけるから、まあ一応名乗らせていただいてますね。配信だけでもいけなくはない。
花火で買う弁当はやっぱり味が違うもんか。やっぱりいいっすよ。自分で、花火でっていうか、まあ自分でやりたいことで稼げるようになったら自信つきましたね。弁当もそうだし、飯食えたりとか。やっぱ生活は心が豊かになりましたね、だいぶ。うん。自信にもつながったっていうか。うん。それは良かったっすね、正直。うん、続けてて良かったと思う。達成感ありますよ。やっぱり諦めなくてよかったって、うん、それは正直あるな。うん、あ、生活保護だから抜ける抜ける。ただね、もう手続きがめんどくせんだわ。あと半年待ってくれとか言われてて、いや今月抜けたいっていうことは言ってんだけど、なかなか通らないんだよね。いろいろ大変なのよ。開始45分で花火ゼロじゃないですか。まあ今日はゼロっすね。うん。今日はゼロっすね。うん、だから俺あんまおねだりしないかんね。でもまあ一日数万円稼げてますんで、あんまり焦ってないっすね。うん、あげたい人がいたら花火は勝手に上がるし、うん、俺から要求することはないから。うん、面白かったら花火くれるもんだって。人数まあ花火だけじゃないね。YouTube の割合が、うん、さっきも言ったけど、ふわっちが一番稼げてる。稼げてるっつっても1日じゃない。1ヶ月で20万ぐらいだよ。うん。月20万ぐらいだね。うん。珍しいだろうね。うん。1割もいないって聞いたよ。生活保護抜ける人は。今花火ゼロ発なんですよ。まあそうだね。花火ゼロ発だよって言ってるじゃん。うん、あ、なに、俺が嘘ついてるって言いたいの？例えばマンスリーランキングって見てみると、これマンスリーランキングって言って1ヶ月のトータルのランキングなんだけど、ここに書いてあるじゃん。24万、俺24万7076円って書いてない。嘘ついてる現実と思って。俺嘘ついてないよ全然。うん、ほら俺のサムネでしょ。24万7000円って書いてあるじゃん。表示されるんだよ、月の収入って。ふわっちってランキング見てきなよ、マンスリーランキング。君が初見だから知らないだけだよ。現実の数字、俺嘘ついたことないよね全然。こんなんで見え張ってもしょうがない。おい、ハッチ、花火ありがとうございます。本日2発目の花火ありがとう。ハッチ遅かったじゃん。まだつー。じゃあ筋トレしますか。やっぱりアイラみたいに稼ぎたい。そりゃ稼ぎたいよ。月700万だよ。そりゃ稼ぎたいに決まってるじゃん。稼ぎたいよアイラみたいに。
そりゃそうだ、100万とか取ってみてえよな。年収1000万になってみてえよ、配信で。アメスピって吸いやすいですか？あのね、最初俺はマルボロのメンソール十何年間ずっと吸い続けてたんだけど、ちょっと待って、今解説するから。3、4、5、6、8花火ありがとうございます。っていうかさ、太ったっていうより厳密に言うと太ったのもあるけど、筋肉の量ついてるよね。なんかさ、ハッチさ、この前革ジャンがきつそうって言ってたけど、胸板厚くなってるの分かる？太ったは太ったんだけど、あのね、プロレスラーみたいになってきたんだよね。腕も太くなったし、それでね、多分服は窮屈に見えるんだと思う。胴回りがね、確実に太くなってんだよね、今月。よいしょ。なんかおかしい？まあ別に疑えたきゃ疑っていいけど、全然。あのね、あのアメリカンスピリットは葉巻っていうか、これが本当のタバコだと思った方がいいかもしれない。俺あのリスナーさんにタバコやめろって言われて、絶対やめないってごねてたんですよ。で、絶対やめたくないっていう風にごねてて、で、地球環境に悪いからやめろって言われたの。それ面白いから話してって言って、動画とかでかなり調べたんですよ。そしたら、あの、JT が売ってるタバコって、あれ厳密に言うと人工ニコチンって言って、タバコの葉っぱをバーって集めるじゃん。で、水かなんか薬剤かなんかでニコチンを抜くんだよ。で、余った木くずみたいなのでバルブって言って、紙を作るの、簡単に言うと。で、そこにまた調整したニコチンを含ませて、で、増粘剤がね、1割ぐらい入ってるんですよ。だからほぼ添加物でできてると思った方がいい、 JT のタバコは。だけどアメリカンスピリットっていうのは農薬を使わないナチュラルなタバコの葉だけを詰めてて、添加剤が一切入ってないんですよ、うん、ビデオカメラのマークの単位が円って違和感ありますね。マンスリーランキングのさっきの数字はビデオカメラマークでしたよ。いや、もうめんどくせえから運営に言ってくんない？ちょっと絡みづれえわ、普通にトークしたいから。うん、あの、疑いたきゃ疑っていいから、別に稼げてないと思うんだったら稼げてないでいいから、うん、めんどくせえからどっか行って、うん、あの、そんなやり取りしてるぐらい無駄なことないから、別に俺が稼げてようが稼げてまいがどうでもよくない？君の人生に関係ないじゃん、うん、別に疑う分には構わないから他行って、うん、だからまあこれが本当のタバコっていう感じがする。最初は吸いづらくし、添加剤が入ってないから全然燃えないんですよ。何がいい？まず 1.5 倍から2倍ぐらい持つ。要は燃える成分がないからタバコの重厚感とかがあるし、あとうまさがあるね、慣れてくると。で、これを吸い始めてから最初はまずいって思ってたし、葉巻みてえだなと思ってたんだけど、他のタバコが軽く感じる。要はなんかおもちゃっていうか、だからこれにね、アメスピになってから他に変えた人っていうのはあんま見たことなくて、アメスピは値段高いんだけどお得な感じがするね。うん、うまいっすね、男女に、うん、タバコって感じ。うん、一回吸った時はね、まずいなと思ったんだよね。だけど他のがね、添加剤の味がするのがよくわかるんだよね、うん、俺もマルボロから変える気なかったけど、これに変えてよかったなと思ったよ。うん、まあリスナーさんからそのなんか世界に使われてる農薬ってあるんだけど、それの3分の1ぐらいはタバコで農薬土壌が汚染されてるんだよ。配信上でリスナーとして付き合っていく上で相手のステータスを把握したいじゃないですか。あ、ごめん、俺リスナー選んでるから、君リスナーにする必要ない。あの、君邪魔、うちのリスナーに。俺あの困ってないから、別にポエムさん、別にあなたがリスナーになんなくても平気なの、全然いい、ならなくていい、めんどくさい、うん、相手のステータスとか、あの、うちのリスナーさんステータスとか気にしてないから、うん、あの、配信者もリスナー選ぶ権利があるから、うん、別にいい、俺のことを疑ったり俺のことを信じれない人は別に見なくていいと思ってるから。これメンソールっすよ。たまたまワドさん、これね、ちょっと高いけど買ってみるといいよ。4月から若葉ね、エコー値上がりする。あ、そうなんだ。若葉嫌いじゃないけどな。若葉は若葉でうまいよね。独特のあのスカスカ感っていうか他のタバコの端材を使ってる。もうダメになった、一番ダメなタバコだよね、うん、
メンソール吸わない人も結構ね、普通のタバコも美味しいっていうし、だ最初はあんまり吸いづらいっていうか、肺活量が必要なんですよ、燃えないから、うん、うまいっすね。ただ強いよね、やっぱり強い。480円っすね。何ミリですか？俺が吸ってるやつはメンソールで一番重たいやつなんだけど、タール9ミリ、ニコチン1ミリだね。1000円ぐらいまでなるだろうね、タバコは。昔タバコなんか俺260円とかだった気がするけど、俺が吸ってた頃、吸い始めの頃は、そんくらいだったね。うん、でも俺ずっと丸ボロだったから、丸ボロ嫌いじゃないですよ。デザインかっこいいし、爽快感がすごい強いし、俺は丸ボロメンソールだったね。丸メラはあんま好きじゃなかったけど、いやだからいいから、ポエム俺にやっかむなよ、運営に言えよ、めんどくせえから、お前だけだよそんなコメント打ってんの、バカなんじゃないの。別に稼げてないなら稼げてないでいいから、他行って、もう二度と来んなよ、めんどくせえ。タバコに税金かけるのはおかしいと思う。それってあれじゃん、税金っていうのを何にかけるのかっていう、すごい政治哲学の問題になってくるから面白い議題だと思うけど、何に税金かけるのはじゃあ正解の。俺はアナーキストっぽいから税金自体がおかしいと思ってるから、でもまあ日本に生まれたからね、しょうがないと思ってるけど、その代わりね、福利厚生のサービスは全部受け取るっていうのは決めてるけどね、税金払う代わりにサービス受け取れるわけだから、そこは活用しようとは思ってるかな。もともと税金なんていらないと思ってるね。税金かけられても吸っちゃう。だから本当に国民の健康を考えてるんだったら違法化すべきだよね、お酒もタバコも。だけど健康のこと考えるから税金重くしますっていう理屈が分かんないから、嘘をつくな嘘って思うよね。なんで税金を上げるんだって、税金上げたいだけでしょって。タバコ税は地方税と一緒。タバコ好きな人はいろいろ大変ですね。俺別にタバコ好きだから吸ってるだけで全然考えてないよ、税金かかっても吸うって思ってるから。そう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 、別に行政の使い道が正しかったら俺は問題ないと思ってるから、本当は税金の出だしは橋とか共用で使うものをみんなでお金出して作ろうみたいな感じだったと思う。まあそういうことだよね。あとはその富の再分配が、だから政府の一番の役割ってお金を発行することと、お金をどう配るのかを決める機関っていうのをみんな分かってないんだよね。まああとは外交とかもあるんだけど、この3つって言われてるよね。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。地方で買えば地方に税金、あそうなんだ、へえ知らなかった、地方税なんだ、あ知らなかった、勉強になったわ。へえ、じゃあ人口が多いところの方が売れるんだ、東京とかはすごいだろうね。だったら地方で税率選べるようにすればいいのにな。初見さんいらっしゃい、たっちゃんこんばんは、楽しんでってください。今日はなんか個人のビジネスとかをみんなでわちゃわちゃ語ってます。
煙所がすっかり減って大変そうだ。まあ俺はほらこういうここにかけてあるその携帯灰皿とか持つようにしてるけど、ただまあ路上喫煙を禁止するっていうのとかは嫌だなと思うよね。うん、別に携帯灰皿に捨てる分にはいいんじゃないかなと思ってる。歩きタバコはダメだと思ってるけど、公園とかでとかなんか駐車場とかでタバコ吸う分には構わないんじゃないかなとは思うかな。昔アルバイト60個ぐらい経験したのと、正社員は何個やったかな。正社員、ああ美咲ママいらっしゃい。正社員はね、人材派遣の会社と、あとテレフォンアポインターの会社と、あと自営業でライブハウスやってたのと、フリーペーパーでしょ、あと IT 系の会社と、あとネットワークビジネスやってたかな。で今はふわっちやってるかな。あとバーも7店舗ぐらいやってたか。あのね、配信やっててもね、タバコの本数増えるんですよ。消費税は俺はだから消費税一律 30% ぐらいでいいんじゃないみたいな。消費税を 30%40% ぐらいにして、であとはあの消費税 30%40%で、消耗品とか生活日用品には税金をかけない。で、他の税金撤廃して、一個だけ残すけどね、相続税を 100% にするといいんじゃないかな、なんて思ってるけど。極論ですね、極論。そんな感じ。面白かった仕事はね、一番楽だなと思ったアルバイトは、バイト60個ぐらいやったけど、一番楽だったのは漫画喫茶で、二番目に楽だったのは、あの、セルフスタンドのレジ打ち、深夜のレジ打ち、この二つは良かったっすね。長く続いたね。で、満喫はすごくいいなと思ったよ。漫画喫茶良かったな。高くなるよね。のんちゃん起きてる？そこにさ、あれある、あのジュース飲んでないやつ、マッチ入ってねえか。あ、飲んじゃ買ってなかったか、俺なんか買ってなかったっけな、ジュース。あー飲んじゃったんだ、いいや。まさか自分がガンダムデビューすると思ってなかったから、ガンダムを見てる自分に違和感があるよな。うん、うん、彼女後ろにいるのは彼女ですよ。のんたん、ディズニーランドどうする？行くとしたら明日しかないけど。明日行けないって、なんか理由あんの？あ、いや、だからどうしようかなって。まだ予約取ってないんだよ。で、レクチにも、あの、気分で買えるって言ってるから、連絡入れようと思って。でも、せっかくチケット2枚あるんだから行かない？ガンダムオルフェンズってやつ見てるね。鉄血のオルフェンズっていうのを10話ぐらい見たね。彼女は配信やってないですね。まあ考えといて、鉄血のオルフェンズっていうやつを見てて、あんまりハマってない。そうだね、エヴァンゲリオンが大好きだね。エヴァンゲリオンオタクですね、僕は。月末までにあと2万いくかな。今月は目標達成したいよな。一番新しいやつかな。うん、去年やってたやつっぽいね。で、今シーズン2やってるっぽいよ。あ、俺ナルト嫌いだわ、ごめん。
コミックで結構読んでたけど、ナルトはダメ。ガンダム奥深いんだ。なんかアムロとかシャアとなんか繋がってないっぽくて見やすかったね。俺ナルト苦手なんだ、ごめんね、合わないわ。マジマジ、ナルトはむしろないわっていう漫画のジャンルかな。漫画かなり読んできてるんですよ。漫画大好きで、漫画アニメオタクなんで。ナルトとブリーチ好きなやつは信用できないと思ってます。ワンピースは面白いっすよ。ワンピース大好きだね。ワンピースは面白いね。まあ中下りもあるけど、まあ作家性が高いっていうか、まあ突っ込むところはいろいろあるけど、あのね、ワンピースのあれは戦闘描写がうまく描けないところだよね。ストーリーがいいね。ワンピース絵うまいと思ってないから、絵は下手な部類だと思ってる。それをあんだけ国民的なアニメになったのはすごいなと思う。バガボンド、まあ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 面白いですね。バガボンドはどうやそろそろ終わらせてもいいんじゃないかなと思うけども、まあバガボンドもそこまで超好きってわけじゃないかな。ナルト見てたんだ。だってばよ、ほかげになるってばよ。ナルト面白いか。なんか初期の頃の作風がすごい良かったから、一巻の絵のタッチとか世界観がすごい良かったのに、なんかまあ案の定バトル漫画なんかジャンプのテコ入れが始まったよと思って、もうどんどん慣れていた。十何巻のシカマルと、あの、三人組がなんかやるところは面白かったんだけど、なんかね、ちょっと、シカマルは面白い、シカマル編はまあ面白いんだけどね。なんかね、もうほんと一巻二巻のあの絵のタッチとか好きだったね。その分なんか、ただのバトル漫画になって慣れたね。ナルトはだから全巻見たって。最初の頃良かったよね。フォローありがとね。なるだってばよ。矢沢さん、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。あんまりだな、俺は。どこが面白いの、逆になると。逆に。喧嘩になるぞ。ナルトの話すると。これ以上喧嘩したいんだったら、ナルトの話しようよ。徹底批判してやるから。ナルトはないわ。正直。なんかさ、あの、そもそもなんか風とか火とかの設定とかもさ、作ったはいいけど、なんかさ、設定を作って投げ出すの俺嫌いなんだよ。あの、火属性とかさ、水属性とか途中で出てきたけど、あれ何だったの？一応配信者でした。あ、そうなんだ。絵がうまい。あ、まあ絵はうまいね。ナルトは絵はうまいっすね。絵のうまさあんまり俺、絵下手な方でも作品好きなのいっぱいあるから、絵を求めてないね。人空良かったよな。人空良かったよ。そうそうそう、だから俺ら人空の世代だから、そう、人空の方が好きだね。嫌いでもいいの？なんつうんだろうな、なんかグッと来ないよね。ナルトに感情移入はできないよね。ジャンルとしては俺あれヤンキー漫画だと思ってるから。いや、赤影知らねえわ、世代じゃねえわ。ゲームは、いやー、ゲームはスーパーファミコンとプレステ1ぐらいで終わってますね。プレステ2も持ってたけど、もう飽きてたね。年代が違うんじゃないかな、矢沢さんとは。多分若い子だと思うよ、ナルトが好きって。面白い漫画は他にもいっぱいあるじゃんって。
なぜナルトなんだっていう。ベルセルクも最初の頃めちゃめちゃ面白かったもんな。31、タメかよ。タメでナルト好きはねえわ。引くわ。マジか。ナルトはアニメがすごいみたい。バトルシーン。バトルシーンね。見てなくて嫌いって言ってるやつ。ああ、だから、いや、嫌いって言うときは俺見てるときだよ。俺、見てない作品は分からないっていう表現使うから。なんか見てないのに嫌いっていうのは責任の放棄だと思ってるの。だから、俺は嫌いっていうときとか好きっていうときは見てるときです。見て嫌いなんです、ナルトが。嫌いっていうか、面白いと思ったのが、だからほんと、シカマル編の、なんかこう、シカマルがすごい良かったっていうのと、なんだろうな。あ、あと、ガイも好きだね。ガイの八門遁甲だっけ？あれのなんか、あの感じは好きだったけど、もっとガイを押してほしかったかな。ガイだっけ？ブリーチとなると本当苦手なんだよな。なんかワクワクしないんだよな。気にならないし。なんか読めるっていうのかな。先がもうわかるっていうか、展開が。なんかわかるんだよ。わかる作品ってあるんだよね。見て評価するワードを評価する。ていうか評価ってそもそも見ないとできないから。だから見てないのに嫌いっていうのは知らないだけなんじゃないのっていう。だから俺ガンダムディスとかしないじゃん。ガンダム見てないわで終わるじゃん。ブリーチは挽回が何なのかとかさ、全部、なんかもうブリーチは嫌いじゃないんだよ。いや嫌いだよ。嫌いなんだけど、何が面白いかというと、必殺技名と技を出すときかっこいいだけの漫画なんだよ。すごいなと思って。挽回とかめちゃめちゃかっこいいんだけど、挽回が何なのかとか、もう全部どうでもいいっていうか、なんか、ホローかとか、なんか、いろいろかっこいいんだけど、何なのか全然わかんないっていう。で、多分書いてる方もわかってないんだよね。見てる方もわかってないし、誰もわかってないけど、まあ、かっこいいからいいやっていう、あのノリが好きなんだよね。全然面白くないけど、まあ、かっこいいよねっていう。あのノリが好き。もうストーリーとか全然どうでもいいっていう。早く挽回しろっていう。ナルト嫌いな割には詳しいね。だから違うね。詳しいから嫌いって言えるんだよ。詳しいから嫌い。俺はだから全部見て言ってるから。だからナルトのどこが面白いのか教えてほしいのよ。面白いか？ナルト。ナルトはどうなんだろうな。かっこよさをそれがブリーチだよね。そう。中二病の塊みたいなさ。なんかさ、あるじゃん。中学2年生の頃さ、頭の中で妄想する必殺技のかっこいいシーンとかだけをやってる漫画だと思ってて。すごいな、この作品と思って。逆にあそこまで徹底してると俺は笑えてくんのよ。だけど、ナルトってなんだろう。中途半端なんだよな、すごい。なんか、硬い、俺は、あ、オッケーオッケー。俺の好きな作風言うわ。これ言ったら多分、あ、分かったって言うと思うんだけど、偏ってる作品が好きなの、俺は。作家性が出てて、これ絶対間違ってるとか、もう偏りすぎてるっていう作品が好きなのよ。で、ナルトって、どういうことかっていうと、王道を置きに入ってる感じがすんの。要は、ジャンプが蓄積した、バトルはこうやれとか、ライバルの設定はこうやれとか、ヒロインはこうあるべきだ、主人公はこうあるべきだっていう、テンプレートをそのまま置きに入った作品なんだよ。わかる？だから失敗がないの、簡単に言うと。だから極端じゃないのよ、ナルトって。ただ、ブリーチは面白くないけれども極端なのよ。その挽回とか設定とか関係なく、セリフのかっこよさとか、その変身シーンとか必殺技シーンに特化させるっていう偏り方が好きなの。普通に面白い。だからそれは、だからマーケティング的に面白いんだよ。だから作家性はゼロなんだよ。俺から言わせると。ナルトは確かにいいとこ取り。だからいいとこ取りっつうか、だからそう、少年誌のテンプレだよね。だからどういうことかっていうと、岸本さんだっけ？岸本さんの作家性がどうこうっていうよりも、なんか編集部の力で売れた漫画って感じがするの。
なんか海外にも売れる漫画作りたい。忍者売れるよね。とか。なんかそういうノリ。うん。だって、俺がもしナルト書くとしたなら、その、なんかプロットっていうの、設定みたいなのあるじゃん。あの時に俺だったら、忍者の里を書くんだったら、その上の権力の上層部とか背景を書くのよ、必ず。要は、戦国時代で忍者ってもともとスパイとか暗躍部隊だから。だけど、ナルトの世界って忍者しかいないんだよ。俺、これがまず許せないの。忍者って社会性の中の暗部なんだよ。わかる？社会があって、そこで暗躍する人たちだから、忍者だけが住んでる里が出てきたら、国がないと成り立たないのよ。対比なのね。で、じゃないと、その、なんつうの、じゃないとサスケがやってることとかが書けないんだよ。だけどそうじゃなくて、ナルトで一般人ってほぼ出てこないでしょ。だから、そう、忍者っていうものがどういう特別な存在なのかっていう設定が曖昧なんだよ。忍者自体が国民になってるから。だから俺はあの設定を出してる時点で俺はないと思ってんの。俺だったら必ずそこにある町とか、名もないその村人とかを書く。大名いるんだ。なぜ大名、出てくんの大名は。うん。そうそう、失敗してないよね。偏ってないんだよ。うん。そう。だから別に悪くないっていうところが悪いって言ってんの、俺は。悪くないところが悪いんだよ。ラーメン屋のおっちゃんも出てくるよ。ああ、まあ出てくるけど、里の中にいる、忍者の里の中にいるわけじゃん。俺が言ってることはそういうことじゃないんだよ。インク譜はそこら辺うまく書いてたね。出てくるの？出てくるの？じゃあ、その村人の、なんとかみたいな。なんつうんだろう。俺が言いたいことわかるのかな。じゃあ出りゃいいってもんじゃないよ。そうじゃなくて、忍者が何なのかっていうのが書かれてんの、ちゃんと。っていうか、俺は忍者以外出てねえだろっていう感じがすんの。うん。わかるかな。だから、テラフォーマーズでいうところだと、ゴキブリと宇宙船の戦士しか出てこないみたいな。ちゃんと地球人側の方も出すじゃん。うん。それがないと、ダメなんだよな、なんか。まあ、テラフォーマーズがいいっていうわけじゃないんだけど、あくまで例えだけど。なんか俺は忍者がただのスーパーヒーローに見えちゃうんだよ。うん。朝までナルト徹底討論やる？朝までナルト徹底討論。忍者以外も出てる。出てると描けてるは別。出てると描けてるは別なんですよ。ここがすごい重要なの。描けてない。描けてないんですよ。描けてると出てるは違う。うん。描けてるかどうかっていうのは、要はラーメン屋の親父いいよな、とか。ラーメン屋の親父のラーメン食いたくなるよな。ラーメン屋の親父のあのシーン泣けるよなってないでしょ。ラーメン屋の親父が出てるだけなんだよ。それって描けてないから。要は背景と一緒になってんのよ。その空の雲と一緒になってる。意味はないんだよ。そこに記号としての意味がない。それは描けてない。だから俺は忍者しか出てないっていうのは描けてないっていうのはそういうこと。そこまで細かい設定を追求したら漫画楽しく読めないよ。ナルトいい漫画だよ。だから俺はいい漫画だと思ってねえんだって。いや、いいんだよ。それで楽しいっていう人がいっぱいいるっていうのもわかるけど、俺は他の漫画を勧めるから、俺だからナルト面白いよって言ったこと一回もないはずなんだよ。ラーメン屋のおっちゃんとナルトの関係は深いんだぞ。深いの？そうなの？うん。俺は、だからナルトは、アンチナルトですよ。アンチだってばよ！っていうノリですよ、僕は。ナルト大橋あたりはかけてた。どの辺なんだろう。もうとにかく覚えてないんだよね。なんかサスケが、とにかくなんか、サスケがなんかやりたがってるっていう。でなんか、ナルトが正義感むき出しってだけの漫画だと思ってて。どうせ仲良くなんだろうっていう感じだったよ、もう。
もうずーっとニヤニヤしながらもう全部見てて、で読み終わった時爆笑したっていうね。はい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 ってはいっていう作品だった、もうテンプレート通りだよね。 BGM はこんな感じですね、いつもね。トヨタム、俺はだから狂ってる作品が好きなんだよ。うん、ナルトがだから一方的にサスケをボッコボコにするシーンとか不条理なシーンが出てきたら俺ナルトめっちゃ好きだってたよ。知らねえやーっつってボコボコにするの、ナルトが。さくらちゃん必死に止めるみたいな、やりすぎだよみたいな、うっせ関係ねえやーっつって、ほかげなんかどうでもいいわーっつって、ほかげにナルトがもうどうでもいい、こいつムカつくんでぶっ殺すわーっていうぐらいのシーンが欲しいよ。めちゃめちゃハマると思うよね俺。すげえってナルト面白えってなるのよ。だから歪んでるんだよ俺が。作家は狂ってれば狂ってるほど面白いから。アフタヌーン系なのかな、わかんないけど、うん。離れてても思い出はいつも同じ場所にあるって場には感動した。うわ、もうないわ。薄っぺらい人生だな、おい。だんだん忍者の中に入ってく話になった。いやー、どうだろうな。読み五感が軽いなると、確かに必死に読んだ割には次の日内容忘れてた。だから、そう、インスタントな作品で、俺が本当に好きな作品とかって、2、3日引きずるんだよ、本当に。俺が結構いいわっていうのって残るんだよね、すごい。しこりみたいに。で、考えさせられるのが好きだね。なんだこれみたいな。なんだったんだこれみたいな。予定調和がぶっ壊れる系面白い。面白いね。だけど、それを、その話をしだすとデスノートって言い出すやついるんだけど、俺はデスノートはないって言ってんの。デスノートはむしろ、だからね、俺はすげえ惜しかった作品っていうのはガンツとかなんだよね。もうね、ガンツの五感あたりまではめちゃめちゃ面白かったの。でもガンツが何なのか終わってほしかったね。何なのかわからないまま。あの世界観めちゃめちゃ面白かったし、俺主人公が死ぬ作品見たことなかったから、ガンツは尖ってたよね、最初の頃。と思ったもん。主人公死んだよと思って。あの尖り方はすごかった。後半ダメだったけど、もう5巻ぐらいで書き直してほしいよね、5巻あたりから。本当にガンツは良かった。最高だったね。キューブは俺嫌いです。キューブは嫌い。違うんだよ。尖ってる作品が好きなの。もうね、要は、その監督とか作家とかが、明らかに間違ってるけど、ぶれない信念みたいなのを持ってるのが好きで、なんだろうな。もう明らかに歪んでるっていう作品が好きだね。バスタードはめちゃめちゃ面白いでしょ。もう超笑うよ。バスタードの何が面白いかってさ、すっごい休むんだよ。で、なんだっけな、18巻かその辺で一回、いきなりわけわかんないところで終わって、いきなり話の設定が変わるっていうのがあるのよ。あれって。この間どうなってる ?3 年ぐらい休んでたのか。それをネットで調べたの。明らかにおかしい感じだから。そしたら、バスタードの作家何やってたかっていうと、コミケで同人誌で売ってたの、その間の缶を。ありえないじゃん。俺もうそこがもう腹抱えて面白くて。だってさ、集英社の人気作家なのよ。ゲームとかにもなってる作品なのよ。それをさ、勝手に個人が間の話の続き書いて売るってありえないと思ってて。俺はバスタードそこすごいと思うのと、あとね、絵がうますぎる。もう絵が尖りすぎてて。おーすごい。バスタードは好きですね。裸足のゲームは尖りすぎてるからね。デスノート、あ、そうだね。俺もヒカルの5は良かったと思ってて。デスノートよりヒカルの5の方が好き。本当にそう思う。ヒカルの5すごい良かったよ。あの設定を5でやるっていうのは、うまいなぁと。まあ人気作品にはならないだろうけど、あの世界観、やっぱあと作画力だよね、あの人は。初期の、あれは違うんだよ。モナリザさんね、バスタード絵が違うんじゃないんだよ。あのね、絵が本当にうまいから、ああいうことができるの。要は、その時その時のトレンドの絵なんだよ。だから、昭和のね、昭和60年代の画風で、美少女ものってああいうタッチなんだよ。だから、トレンドに沿って絵を描き換えられる人なの。あれって難しいんだよ。手癖っていうのがつくから。だから、
あの、その時の一番かっこいい絵っていうのをかけてんの、あの人は。バスタードは。だからね、あの頃の作品だと、広角機動隊とか、あと、なんだろう、あの、逮捕しちゃうぞとか、ああいうタッチだよね、女の子の顔とかが。うん、そうそうそう、そうなんだよ。だからバスタードってすごい古い作品だから、あれはすごいよ。うん。バスタードは好きですね、うん。エンジェル伝説読んだことないけど、絵はかっこいいよね。あ、いや、ネットカフェで読む。俺がおすすめしてる漫画じゃないから。ちなみに言うと。あくまでバスタードはどうって言われたら、こう言ってるだけであって、あの、推してる作品じゃないの。これめちゃめちゃ面白いっていう作品ではないから、誤解しないで。うん、別に俺がみんなに勧めたわけじゃないから。うん、ただ、俺はそういうところが好きだよっていう。別に読まなくていい。絵のタッチが気になったんで、それで読みたくなった。いや、もうだから絵が綺麗っていう感じだよ。本当にそういう作品。僕らのはおすすめだね。もうあの人はやばい。狂ってる。僕らのは狂ってる、本当に。でもね、なかなかね、僕らのおすすめして読んだっていう人がレクチぐらいじゃないのかな。俺のおすすめの漫画読んでくれた人いる？僕らのとかさ、ボーイズ・オン・ザ・ランとか、あと古谷実作品とか。結構ね、読んだらね、みんな衝撃を覚えるの。ただね、なかなか読んでくれないんだよね。俺は僕らの読んでほしいね。尖りすぎてるから。超残酷だから、あの話。泣くとかじゃないかんね。泣けないかんね。残酷すぎて。あれはすごいよね。その僕らの書いてる人の新しい作品もやっぱ尖ってるらしくて、それも読んでみたいんだよね。で、なんでここまで漫画にうるさいのかっていうのをちょっと見せますね。ちょっと待って。なんでワドそんな自信持って漫画言えるのっていうのが、これニコ生時代にやったんだけど、アニメ見たら面白い。あ、アニメはクソだから。アニメ作品全然変わってるから、漫画読んでみ。あの、設定が違うんだよ。あの、俺アニメ版のストーリー聞いただけで絶対見るなっつったもん。で、アニメ版微妙すぎるから。あの、もう主軸となってるストーリーが全部変わってんの。ちょっと待って。待ってね。あれ ?Google ドライブ。権限が必要。間違えた。ちょっと待って。暇を持て余した時に漫画読みに行けば、しばらく行ってませんね、うん。ちょっと待って。あれなんだろう ?Google ドライブ入れないな。なんだ入れねえんだ。あのね、漫画俺、1万冊どころか2万冊ぐらい読んでるんですよ。多分、あの、正気かっていうぐらい読んでるの。古谷実いいよな。古谷実は本当に天才。マジで、ギャグも極めた、ギャグ極めて、で、なんか、その、ヤンデル系なんかもう、精神障害者系を極めた。で、最近の走りが感動系なんだよ。俺ね、このね、ジャンルの移り変わりで全部極められる作家って本当に天才だと思ってて。古谷実は本当に天才。丸一日暇じゃないと行く気しません。あ、わかるわ。ゆっくりしたいよね。もう20時間ぐらいずっと漫画読みたいよね。引き込む、いや、お前、あの、あれ見た？あの、なんだっけな。サルチネス読んだ、ワン太郎。びっくりするよ。サルチネス読んだ、ワン太郎。超泣くよ。泣くからいい作品なんじゃないんだけど、もうね、心突き動かされるよ。もう超いいよ。サルチネスは。やばい、本当に。もう俺、妹とのシーンで号泣したもん。やべえと思って、やばいよね。あのさ、狂ったダークサイドに落ちた作家性からさ、よくこっち側に来たなと思って。最高だよね。だから、俺がよく言うのは、その、なんつうの。あの、
稲中卓球部とか、僕、なんだっけ、僕と一緒とかのあのギャグタッチから秘密なんだよ。秘密がキーになってパチンと変わって、でそっからまたサルチネスで変わったのが良かったんだよね。いいです、天才作家ですよ、超越した。では愛だよね。今回のテーマはサルチネスのテーマ、愛を描けてて、愛ってこういうことなんだって本当思うよね。あの愛、まあ兄弟愛なんだけど、恋愛の愛じゃないんだけど、愛そのものを描けてるっていうのがすごいと思った。ああ、愛ってこういうことなんだって。まあ、あのヒロインの名前愛ちゃんなんだけど、あれはいい作品ですよ。秘密違ったんだ、映画の方見てないな。秘密もすっげえ面白いよね。最後のシーンとかいたたまれなくなるよね。俺が好きな秘密のさ、あのバスの中でさ、なんだっけ、バカがバカを殺したとかいうシーンがすごい好きなんだよね。ヒャッハーってなって、バカがバカを殺したって言ってる時のシーンがすげえ好き。多分バカがバカを殺したで合ってると思うんだけど、うん、あれは精神病うまく描けてるよね。秘密は実写化無理だろ、あれ問題作だからな。あと秘密の序盤のまだギャグタッチの頃のあのセリフが好きなのね。あのなんだっけ、金は世の中で唯一存在する魔法だって言葉が大好きなんだよ。金は世の中で唯一する存在する魔法だって名言だよね。何でも買えるっていうあの狂ったシーンが好きだね。共感はできないけど、共感はできないけどいいですよ。やっぱりセリフにパンチが込められてるよね、うん、挨拶、いや何でもいいよ、全然こんにちはとかでも好きな感じでいいですよ。あんまりこだわりはないですね。ていうかワンタロウ最近配信やってなくね？どうしたお前、最近配信サボってるだろう。最近見ねえなと思って。ラバーメン、ああまああのワド2っていうのはここの人だけだね。あ、夜やってんだ、寝てるだけか俺が。いやー、なんかあの狂った人間ほど面白いものはないよね。やっぱ人間の狂気って面白い、大好きなんですよ。人間の狂った様っていうのが、狂ってる人が大好きなんだよね俺。病気かな。うん、クレイジーが好きですね。クレイジーが、狂人が大好き。あのでも拳銃の伏線とかも良かったしな。なんかすげえあったかいじゃん、うん、ナイフなんかで刺しても殺せねえよっつって拳銃渡されてヤクザが。でその拳銃で初めての殺人を行うのがさ、初めてじゃないか、最後ね、人を殺すって決めて自分のこと殺すんだもん。いいよね、うん、興奮するよ、うん、あれはだからもうほんと精神、そう、洗濯機の中にねずっと隠してんだよね、うん、あれ最後あの女の子とセックスするじゃん。あの子は止めようと必死にしてるんだけどね、うん、ヒロインがね、自首しようよって待ってるからって、うん、なんとも言えないよね、後味悪いよね。あの秘密はトラウマになりますよ本当に。トラウマ系ですよ本当、秘密はあれは狂ってる本当に。怖かったもん読んだ時、マジで怖かった。
ガンダムオルフェンズは面白いの？鉄血のオルフェンズ面白いのかな？どう？見終わったら結構すごいの？あれは。どうなの？ガンダムは。まだ10話までしか見てないけど。みんな見た？ガンダムオルフェンズ。初がガンダム童貞を捨てた作品だからさ。当たってほしいんだよ。最後いい感じで終わってほしいんだよ。戦闘シーンかっこいいよな。でもな、結構いろいろ見てますね、はい、好きなんで漫画が、うん、日本人に生まれて本当に良かったっていうのはもう漫画ですね。これだけ多作品があって、これだけ作家がいて、この値段で読めるっていうのはありえないと思ってて、漫画が一番娯楽としてコストパフォーマンスが高いと思ってるんです。見る価値はあるんだ。うん、なんかでも俺はあの、なんだっけ、主人公の三日月と、あとなんか前髪がこうなってるやつ、なんかリーダーみたいなやつが喧嘩する絵しか見えないんだよ。うん、まあそれでいいと思ってるけど。外配信が好きなんだ。まあでもガンダムはさすがに戦闘描写だよな、圧巻だよな本当。なんでなんだろうね。のんたお腹空かない？なんか旅行く？どうする？作る？食べる？どっちでもいい？どうしようかな。何食べたい？なんだろうね。ちょっと考えといて。うん。最近ガツンとくる漫画。いや、俺古い作品でもいいと思ってて。ガツンとくる漫画か。これね、別に新刊にこだわる必要はないと思ってるんだよね、そこは。だから手塚治虫でもいいと思ってるんだよね。ガツンとくれば。なんだろうな。本当、いや、僕らの、セシボンさん、あれ、僕らの、全然、本当ガツンと来ますよ。東京はこんな時間でもいろんなお店ありますしね、羨ましい。まあね、東京は本当便利は便利だよ。なんだろう、まあ、僕らのはもう本当、ね、鉄板でおすすめしてるし、読んだことなかったらぜひ読んでみてください。11巻なんだけど、全11巻なんだけど、これもう絵のタッチと裏腹にめちゃめちゃ何とも言えない残酷さを秘めてる作品なんで、これはもうほんとクレイジーですよ。ロボットの僕らのってやつ、これ僕らの読んだことある？ブッダ面白いよね、うん、俺ブッダ嫌いじゃないよ、手塚治虫。ブッダいいよ、ありです。ロボットアニメだと思わない方がいいかもしれない。戦争だよね、あれ、まさに戦争そのものを描いてると思った方がいいかも。っていうのも、これ裏テーマ、俺が考える裏テーマなんだけど、確実に神風特攻隊のことを描いてるから。これなんかファンタジーだと思っちゃう人いっぱいいるんだけど、日本で実際に起こったことがテーマになってると思ってんの。だから、第二次世界大戦の話なんだって読むと、すごく感動すると思う。デリバリーあんのかな？デリバリーはさすがにやってないだろうね。12時くらいまで。のんちゃんこれめっちゃうまいよね。あと2個しかないけど、1個ずつ食べていい？本当に？ありがとう。うまいこれ。ハッチさん、花火ありがとうございます。ハッチさん、花火ありがとう。
僕らの影響かなりありましたね。うん、っていうのも俺がその僕らの評論するときにいつも使うのがこの世の縮図なんだよっていう、なんか多分ファンタジーに見えると思うんだけど、この人の作家のすごいところってファンタジーに見せてるけど全部リアルなんだよ。リアリティってそういうことで、なんかリアリティっていう言葉をうまく本当に作家としてうまく使ってると思ってるの俺。うん、何でもありなイメージ。今日は東京の夢、何でもあるね。何でもあるけどお金がないと何にも買えない街だよ。逆に言ったら金を持ってたら何でも買えるね。何でも買える。アニメは見ないぜ。アニメはほんとクソだから。ネタバレしていいんなら面白いぐらいにネタバレするけど、どう？ネタバレが OK なら、ね、面白くなって核となってる部分以外ネタバレしながら面白くセットアップできるけど、絶対見るわって言わせる自信ある。設定がすごい。どう？ネタバレが嫌いだったら話さない方がいい。そうだね、あの東京は遊ぶ街だと思った方がいいと思う。本当にお金がなくても楽しめる街もあるんだけど、あの自分が好きなジャンルがあるじゃん。服とかお店とかそういうのが何でもあるから、うん、2日ぐらい楽しめますよ。もう一駅一駅ごとに街の色が違うから、うん、楽しいよね。ご飯食べほ、あのね、ご飯はうまくないんですよ、それが。東京は、例えばカニの話をするなら、北海道で5000円で食ったカニっていうのが、歌舞伎町で多分ね、3万円ぐらいで出してるカニだったの。だから俺は北海道行った時感動して、これ歌舞伎だったら3万はするよねって、下手したらもっとするよねっていう話してて。焼肉とかでもそうなんですよ。要は、うまいものは腐るほどあるし、一流のものは腐るほどあるんだけど、高いの。値段が5、6倍すんのよ。お寿司とかなんかまずいよ。回転寿司なんかゴミだよ、本当に。ゴミ食わされてるようなもんだから。本当に。ハトバスで感動した。うん。だから、寿司が好きなら東京で食うもんじゃない。あの、地方で3000円のものがこっちだと1万5000円ぐらいすると思った方がいい。ネタ的に言ったら。そう。逃げる人とか一流の人もいるんだけど、そういう人はもうすごい値段が跳ね上がるのよ。東京はだから食い物食う街じゃない。地方の方が絶対うまい、うん、だからどちらかっていうとそういうのを楽しむ街でもあるから。そう、俺金持ちになって歌舞伎町でこれで食えるようになったとか、六本木でこの店入れるようになったっていうのがステータスなのよ。でもステータスって味じゃないじゃん。うん、ディナー7000円ぐらいのビュッフェクソマズでびっくりしたでしょ。だから食い物はね、地方で食うべきだよ絶対、うん、俺はだから、うん、その東京にはうまいものは本当はあるんだけど、庶民から言わせたら東京にうまいもんなんてないって断言してるから。東京にうまいもんはない、うん、これはでも江戸時代とかからだからね、うん、江戸は飯がまずくて有名なの。だから徳川家康が食ってた飯と豊臣秀吉が食ってた飯とかよく比較されるよね。こんなに差があるんだって。萎えるでしょ。
コスパが悪いね。うん。だからその分地方にないラーメンとかさ、B 級グルメとかあるけど、それでもやっぱ大阪とかの方がうまいしね。そうだね、空がないのはまあでも味じゃん、東京に。だから新宿に初めて立った時、牢屋に2ヶ月半入ってて、新宿パって空見た時、空がない、空があったって言ったんだよね。新宿にも空があったんだって感動したよね。九州の方が寿司うまいじゃん。うん、九州でいいんだよ。九州さつま揚げめちゃめちゃうまかったな。思い出したわ。もうさつま揚げがプラッと入って夜中に、めちゃめちゃさつま揚げ、あれまた食いてえな。もう東京のさつま揚げなんかゴミだよ本当に。まあ、やっぱさつまの揚げっていうぐらいだからな。なんだろう、めちゃめちゃうまいんだよ。フルーツパーラーうまかった。おー。っていうか多分だから東京で生み出してる食物ってほぼないんですよ。だから地方のうまいもんを寄せ集めただけだから、セレクトショップみたいな感覚だから値段が跳ね上がると思った方がいいかもしれない。うまいものはあるんだけどコスパが悪いっていうの、そこね。だからそのフルーツパーラーの仕入れが良かったんだよ多分。東京でうまいものがあるっていうのは絶対ない。だから東京には産業がないんだもん、そういう。うん、だから成田ってすごい良かったよな。さつま揚げマジで九州のうまかったわ。取り寄せてえな本当に。うまかったわ。のんたに食べさせてあげたい、さつま揚げ。うまっと思って、もう何個でも食えるわと思って。超うめえよ。いいなあ。あと九州はね、芋焼酎とかいっぱいあるからね。酒飲まないからあれだけど、酒飲みにしたらね、芋がいっぱいあるから。っていうかさ、なんかさ、金梅と新野町なんかニコイチみたいになってるけど、なんなのこの二人は。なんか最近 BL みたいになってない？できてるのこの二人。この二人確実にできてるでしょ。なんでずっと一緒にいるの？なんで同じ髪型になって同じ格好してんの？ゲイでしょこれ。なんでこんな仲いいの？キャラ違いすぎるでしょ。笑うんだけど、じわじわ来るんだけど、この二人のセット。昔から仲良かったのかな。なんか笑えない？何があったんだこの二人にって。なんか共通項がある生き方してると思えないんだよ、新八丁も銀梅も。なんでこんな仲良くなってんだみたいな。なんかツイッター見ててもスイーツ一緒に食べてたりとか、一緒に美容室入ってたりとか、いやガチホモだろこいつらみたいな。クソ笑えるんだよな。うん、何なんだろうな。一緒のホテル泊まってるし。でも金梅さん髪型意外と似合ってるんだよね。ちょっとイケメン化してるからね。ケルは。レンコンのさつま揚げもある。ほう。いや、地方の方が食い物うまいっすよ。だからそれは、住まないとわからないんだよね。俺さ、これ本当に言ってるんだけど、富里のスイカ食ったことある人手上げ。富里のスイカ食ったことない人手下げ。富里っていう産地があるんだけど、千葉県の成田市の隣の町なのね。富里のスイカ食ったことある人手上げて。で、ない人手下げ。どれくらい出んだろう。あのね、富里のスイカ、俺それをずっと食ってたから分からなかったんだけど、めちゃめちゃうまいよ。ないんだ。あのさ、夏になったら富里のスイカ食ってみて。マジで、日本一うまいの富里だから。これマジです。あのね、まず糖度が高いのはもちろんなんだけど、あのさ、べちゃっとしてるじゃん。こっちのスーパーで売ってるスイカって。繊維質がすごく多くて、
サクサクって感じなのよ。わかるかな？筋っぽいって言ったらいいの。悪く言うなら筋っぽい。ただ糖度がめちゃめちゃ甘くて、食感がサクサクしてるんだよ。あのね、だからスイカが嫌いっていう人は逆に言ったら、そういうスイカを食ったことがないからだと思ってんの。富里ってスイカマラソンって言って、スイカの水の、あの、マラソンの水の補給をスイカでやるマラソンが有名なのよ。で、スイカの街なのね。それを地元でずっと食ってたから、すごいうまいんだよね。富里のスイカよりうまい。スイカは美味しいと思ったことない。それって多分さ、なんか水、なんていうの、水、悪く言う水っぽいっていう感じだ。べちゃべちゃしてるっていうか。あのね、ほんとね、サクッて、カブトムシの気分がわかるんだよね、ほんと。カブトムシが寄ってくるぐらいうまいんだよ、やっぱり。スイカ嫌いなんだ。富里のスイカめちゃめちゃうまいっすよ。でもなかなか売ってないんだよな。こっちのスーパーでも産地富里とか見ないかんね。富里のスイカもしあったり、ネットとかで買えるんなら食ってみてもらいたい。うまいっすから。成田人としてね。あと成田もね、水、あ、べちゃべちゃしてない。だからね、なんて言ったらいいんだろうな。サクって感じなんだよ。サクっていう。なんつうんだろう、乾いてる感じっていうのかな。だから俺はそれがスタンダードだと思ってたから、なんかこっちでスイカ食ってもなんだこれみたいな、まずいっていうか、甘くもないし、だから甘さで言ったらほんと倍ぐらい甘いよね。しかもそう、本当の野菜の甘さっていうか、独特のスイカの甘さ。スイカはほんとうまいっすよ。だから地方に行ってね、やっぱ産地のものを食うっていうのはいいよね。うまいよね。海鮮が取れるところはね、海があるところはやっぱ海鮮うまいし。そうだね。いや、っていうかばあちゃんがすごい好きだったからね。探してみて、富里のスイカ。あとなんだろう、千葉でうまいものなんだろうな。まあ野菜とかも取れるから、畑ばっかりだから何でも、まあ一通りはそのうまかったよね、食材も。だから東京に来て野菜がまずいって思う。高いし、農家だらけだからね。あと山形がうまいっていうね、やっぱな。米も肉も米沢牛、さくらんぼ、果物、ラフランスとか何でもあるしね。ぶどうもそうか、桃もそうだね。山形はあの、なんていうの、 PR が下手なだけでね、本当にうまいもんの宝庫だって言われてるよね。飲んだの、何食べようかな。スキヤ行く？スキヤ食べたいの、かわいい。スキヤ行こう。じゃあスキヤ、かわいかったな。スキヤ、好きやだね。牛丼にマヨかけたら美味しい。うまいよね。ジャンクだよね。兵器だから。カイロプレゼントありがとう、リリコばあさん。うまいんだよな。太るんだよな。好きやはね、中毒性あるよね。好きやは本当に中毒性ある。温玉もいいよね。
なんかこれだけは食っとけっていうさ、地元の名産とか知ってる人いる？なんかこの地方のこれはマジでうまいっていうのある？みんな。あ、松屋、吉野家。カップルでキングサイズ。二 人で分けんの？ なんか逆にみみっちいでしょ。で、二人で丼かぶるんでしょ。トング混ぜてね。明日すき家行く？でもね、深夜のすき家はダメなんだよ。すき家はね、肉が崩れるんですよ。牛肉って崩れるの早いのね。そう。豚はね、硬くなるんですよ。だから豚もさっとあげないでしないし。地方の牛丼や。へえ。でも牛丼ってすごいよね。280円とか250円で売ってた時狂ってるなって思ったもん。本当になんかおかしいと思った。ホッケ、道南ってなんだろう、北海道の南って意味かな。あ、ホッケ食ってないな。ホッケうまいよな、ホッケ。あと、北海道で鮭食いてえな、サーモンな。鮭いいよな。鮭絶対うまいよな。イクラとかね。イクラってなんであんなうまいんだろう。イクラ丼とか最高だよね。あ、550円ぐらいなんだ。味付けが違う。ほうほうほう。じゃあご飯食べに行ってきます。皆さんありがとうございました。楽しかったです。北海道はもう天国でしょ。寒いの以外だったら天国だよ。マジでレベルが違うもん、本当に。じゃがいもとかも絶対うまいぜ、あれ。ねえ、牛もいるし、バター、牛乳、何でもあるじゃん。北海道は食い物天国だよ。ただまあ寒い。お疲れ、みんな。ありがとね。行ってくるわ。のんちゃんとすき家デートだよ。すき家デート。お疲れ。ハチありがとね、花火。お疲れ様。兄さんお疲れっす。どうも。じゃあ、ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ。